今宵はハレリアシンガーショーにようこそおいでいただきましてありがとうございます。それではまずルーハード1グループの演奏からお届けします。お楽しみください。 Thank you.
of the theater that never comes late. She never さあ、それではハレリアシンガーズショーを開催したいと思います。それではハレリアシンガーズのメンバーを登場いただきましょう。 Summer, set your back on me.
キラビアがなかった人、僕だけ声学校してる中で、今日はですね、実は私の立ち位置だったんですけども、昨日の夜からね、今日はもうライブだからって楽しい、もう、持っていくものを全部、ことこもかくチェックしてね、枕元に置いてですよ。今朝は余裕しゃくしゃく出てきたから、さっき着替えようと思ったらシャツがない。<笑>急遽シナトロやめて今イブモンタンにして。<笑>何でもね、物言うんですけど、まあ、ビューティフルドレスのね、いいね、それね。 私たちもちょっとだけ色を変えて、あ、僕違うの。<笑>今のグリグリっていうのはですね、あまり調子がいいもんですから、私たちのもう最初のテーマにしようかな。中ではハレルヤーっていう言葉が入ってるんですね。こんな実は恋に破れた男が相手がまた振られたんでざまみろみたいな、こういう歌なんですよ。別にこれは楽しきゃいいかと。 いうことであって、そしてこの今日のですね、会場のお客様、なんと、これだけいらしたんですけれども、私たちは常に集客、お客様獲得数というのが最大の評価にしておりまして、今日の場合は、この針尾川が、最大 43%、45%、売上貢献度ナンバーワンです。<笑> ということで、今からハレルヤシンガーズの実は裏のテーマというのをやってみたいと思います。お楽しみください。 で、これは面白いから、これからちょっと定例的にやろうじゃないかと。で、グループの名前も、ガワハリアのハリアっていうのが、まあね、字面がハリアだったんですから、ハレルヤシンガーズにしようか。全くあの宗教と全く無関係でございますから、同じ受けりゃいいやということで、つけたのがハレルヤシンガーズ。今やね、ここで、こういうライブをやるほどになりました。松野さん、そんなことで我々のアウトラインは、43%。半時40%ですね。キャンセルだから。一の湯というとですね、五反田の銭湯じゃないんですね。箱根の
星の矢か一の矢かというあんまり言い過ぎになって言われてるんですね。そんなところで今日は本当にこの遅い時間にですね、皆さんおいでいただいて、ショーをお楽しみいただきたいと思います。それではまずはせっかくコーラスですけども、デュエットで、去年グレンミュラーフェスティバルに行って、その時も歌いました。No? 歌いました。これですと1曲目はレディー・ザ・トランプで、トランプ大統領じゃないんですけども、このアトラストという曲もですね、2009年だ、オバマが大統領になりまして、大統領になりまして、大統領になりまして、その時 の, 就任のパーティーでビヨンセが歌ったという大変有名な曲であります。それではお聴きいただきましょう。 At Last。Yeah.
そうですね、先ほどコーラとハリーのデュエットでしたけども、やはり対抗意識が燃えるのでしょうか。Keiko and Birdieで今度はお届けしたいと思います。男女の雇用機会均等法みたいな。それぞれ、いいでは。明日も雇用均等法。雇用。そういうことで、次の曲です。Keiko とBirdieで歌いましょう、シナトラの名曲からです。All the way。Thank you.
ゃってなんか良かった。捕まると歌うと元気100倍になるってやつになって上がることは多分ないと思うんですが、本日は皆様お寒い中足をお運びいただきましてありがとうございます、最後まで皆さんとご一緒に楽しんで、いただけたらとても私たちハッピーですので最後までよろしくお願いいたします。そうですね、こちら南青山のマンダラなんですが実は、私とコーラまた別 の、 ユニットを組んでおりまして私とコーラとあともう一人ショウコという熟女3人組ですねマダムコーラスグループというのをやっておりまして、まあ、そちらはポップスが中心なんですけれども、今年の初めにこちらで、ショーをやらせていただいたという経緯があります。ありがとうございます。さてここで、その藤山シスターズのセンターを張っております朝倉翔子さんからちょっとお言葉を頂戴できればと思います。こちらの方へ。では熟女代表から皆様こんばんは。アンマーグレットこと朝倉翔子でございます。今日はですねちょっと前にバーディーがこういうことがあるかもしれないって言われましたので後半ちょっと前半に呼ばれると思わなかったですね。エルビスとくればアンマーグレットと思いまして、60年代ちょっとアンマーグレットよりはオガーローザになってしまったんですがちょっと盛り上げようと思ってやってまいりました。本当にですね私もここではなくて他でもこの4人の、コーラス、聞かせていただいています。もう藤山もですけれどもみんな本当に私たちどん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 年齢に反比例して上手になっていきます。どうぞ皆さんもですね私たちの曲を聴いてくださると、私の専門のですねアンチエイジング皆さんどんどん若くなりますのでこれからもどうぞお拍手をお運びくださいます。今日は本当におめでとうございます。ありがとうございました。本当にありがとうございます。大変 CM も絡んで大猛烈でございましたがさて、次の曲はですねハレリアシンガーズのために桑田佳祐が書いたと言っても過言ではないそんなわけはない。持ち歌の一つになっております。先ほど言いましたグレンミラーフェスティバル昨年の6月にもこれを持ってまいりました。お届けしましょう。エリーマイラブ。Oh, and
ハレルヤとは切っても切れない、ケオライトの OB の今日もお見えです、トニーアリアのアレンジです。アレンジもやりまして、それから、コーラストレーニングもやりますという、ハレルヤとは切っても切れない流れになっておりますけれども、さてみんな全員後ろを向いておりますが、なんかチカチカしておりますが、最近、昨日のワウワウでもなんかまたヒーローものの映画が興行トップだとかってありますけども、アメリカのヒーローといいましょうか、ヒーローコミックから出た曲をやりたいと思います。スパイダーマンのテーマです。これ何やってるか分かりますか？針の穴にね、糸を通す。これね、息子、もうダメなの、できないんですよ、そんなこと。老眼鏡をかけても。もうね、本当にあの針の穴に、なんであの針の穴ってあんな小さいのかと思うぐらい小さい。針のどこの穴？針の目ね。で、最後にやる曲なんですけども、そういう通過点にこの音がちゃんといかないと曲にならないという、それを言ったら、ラッシュライフなんて曲がね、デューク・エリントンの
あれももう音がものすごい繊細で、もうここにこう通らなきゃダメだって全部決まりがあるんですけども、それをこの四声のボーカルでやるとこういう歌になるというのが、一部のオチでございます。すごい難しい曲をやるんだぞということをアピールしてるね。これで間違えた、そうですね、はい、それそれはい、それではファーストステージはこれが最後の曲になりますけども、この後休憩を挟んでです、二部に移りたいと思うんですが、最後はしっとり歌い上げていただきましょう。サージョーンズの To You。ありがとうございます。アレリアシンガーです。